本当はね、私って全部借り物、全部あの部屋からただ借りてるだけ。借りてるもの返したら私には何も残らない。マリーって名前も、この姿も、この声もいつか消えてなくなっちゃう、そんな気がするの。だからさ、せめて記憶思い出せたらって思った。でも何もわかんなくて、そういうのすごく怖い。私の記憶なんて本当はどこにもないのかもね。綺麗。ねえ、ここってあそこ？ビーフステーキ、串のやつ、あれ食べてから来たとこ？やっぱ懐かしい。なんでだろう。私、ずっと昔からこの景色知ってた気がするの。ねえ、あの時楽しかった。また連れてってよ。ね。バカ、嫌い、最悪、当たり前じゃん、そんなの覚えて。そっか、これ記憶だ、君と作った私の記憶。うん、覚えてる。バカみたい。なんかすごいね。これからも増やせるかな、私の記憶。ボコ、当然だよ。君がいなきゃ作れないよ。焦らなくていいよね。記憶がなくたって作っちゃえばいいんだ。ありがとう。ごめん、嬉しいや。でもさ、やっぱり君って変人。忙しいくせにずっと私の世話焼いてるよ。なんでそんなことするの？嘘だよ、そんなの。言葉だけじゃ信じらんない。驚かせないでよ、バカ。嫌いだよ、君のそういうとこ。ほんと嫌い、嫌いだったのに。
また増えたね、記憶。ねえ、もうちょっとこうしてて、私が忘れないように、いいでしょう。帰ってきたか。やっと終わった。ねえ、問い八だけど。昨日徹夜したからぶっ倒れそうなんだよね。俺先帰るわ。んじゃな。
すみません。じゃあ。手紙来てたよ、お兄ちゃんに。お友達？あ、見たいテレビ始まっちゃう。狂気からお前たちを守ってやる。安心できる場所に連れて行ってやる。この世界よりずっと安らかな場所へ。これ以上助けるの警告ですかね。カタカナで片言ってベタすぎない？いたずらじゃねえんすか。漫画じゃあるめえし。おじさんには見せたのか。堂島さんは信頼できる方ですが、見せるのは控えた方がいいでしょう。こんな手紙が来る経緯を説明できませんし、心配されて見張りでもつけられたら動けない。もしこの手紙が本物なら、一番重要なのは内容じゃない、宛名入りで堂島家に届いたという点です。犯人は犯行を邪魔しているのがどこの誰か詳しく知っていることになる。しかも全員の中からわざわざ家主が刑事の堂島家を選んで送りつけてきた。この手紙、可能なら鑑識にかけたいところですが、おそらく何も出ないでしょう。警告と同時に、特定されない自信があるという犯人の意思表示のように思えます。警察に行っても仕方なし。ってか、言うと余計やばいか。ほんといたずらであってくれ、マジで。でも内容考えると、ただのいたずらにしてはできすぎかも。もし犯人なら、なんで私たちのことをそんなに知ってるのかな。どこかで見てるとか。あっちにいるとき、見られてる気配あるってのはだいぶ前からクマが言ってるな。まさか真夜中テレビにもう一人が映ってるとき、助けに行ってる俺らの姿も。でも私たちの知ってること誰も知ってる感じしなくない？学校とかでも噂聞かないし、テレビ見たって言った子からも何も言われたことないし、噂で持ちきりになるの失踪した人だけって気がするけど。そういや、そもそも真夜中テレビ自体どういうもんなのか謎のままなんだよな。あの世界の正体を探る話は一旦置きましょう。不明な点が多すぎます。とにかく今は、犯人はこちらを知っているという心構えを持つこと、それだけ共有できれば十分です。ま、わからんことはわからんしな。そうやって憶測でビビっちまうのが一番相手の思うツボだ。だろ？わかった。じゃあちょっとバッサリ話題変えてもいい？もうすぐ文化祭じゃん。うちのクラスって何すんだっけ？そういや決まってないんじゃなかったか？今度投票で決めるって聞いたけど、
確かまだ案を募集中じゃなかったかな。うわ、なんかひらめいてるよ。絶対あれなことだ。かけてもいいわ。先輩、一緒に回る人もう決めた？私開けてあるからね、この幸せ者。うわ、今の今までだんまりだったのに、この子は。目が曇ってた。見ようともしてなく。返したんだ。お父さん、優しい顔でちょっと笑ったよ。本当のお父さんだと思うんだ。お父さんね、サメ川でお花摘んだこと忘れてなかったよ。
お前も覚えてたのかって嬉しそうだった。お父さんはお母さんが大好きなんだ。大好きな人がいなくなってかわいそうだね。うん、ナナコいなくならないよ。ナナコね、お父さんの子供でよかった。お話、今度はお兄ちゃんの番。知っての通り来週末は文化祭です。そして知っての通りうちのクラスの出し物が決まってません。もうみんなやる気ないでしょう。今出てる案から決めちゃうから各自一票を投票してください。読み上げます。休憩所、ビデオ上映室、自習室。やる気ね。要はどれも何もしないってことじゃん。まあ楽なのがいいんじゃん。最後、合コン喫茶。おいおい、誰だ提案したの？里中あたり？違うっての。何を根拠に言ってんのよ。合コン喫茶って何？知らんけど、まあ誰も投票しないでしょ。うちの組根が割と真面目だし。そうそう、あくまでネタネタ。一個キアモノ混ぜとくのってお約束じゃん。あんたかよ。じゃあ投票用紙回します。一個だけに丸してね。それじゃあ開票します。1票目合コン喫茶、2票目合コン喫茶、あれマジで。3票目、ビデオ上映室、4票目合コン喫茶、合コン喫茶、合コン喫茶、自習室、合コン喫茶。ちょ、1ってどうすんだよ。お前のせいだろ。てか入れた連中もどこまで本気なんだか。自分らでやるって分かってんのかな。私合コンって行ったことないからちょっとだけ興味あったっていうか。うお、入れた人。それに誰も投票しなかったらかわいそうでしょ。犯人は花村だけどね。あ、犯人とか言うな。一ってことは世論だろ。一応じゃあ民主主義らしく多数決で合コン喫茶に決まりました。これってどんなの？フィーリングカップル的な感じっていうか、本当に大丈夫か。みんなちゃんと手伝えよ。ていうかさ、先生たちオーケーすんの？柏木なら意外とすんじゃね。柏木先生は例の2大コンテストの準備で忙しいってさ。だからクラスの出し物は生徒に一任だって。うわ、めんどくてぶん投げただけじゃん。合コン喫茶ってこれ客来るのか？てか合コン喫茶ってぶっちゃけ何なの？入れたけど。どうなっちゃうの？
すいません。そろそろ帰りましょうか。死神なんかじゃないのよ。
でも実際はそんな力なんかない。死神なんかじゃない。奇跡を待って、いつしか愛する人の死を願ったり、寂しかったり、忘れられたりする。そして愛したり愛されたりする、ちっぽけな人間。いつまでも目を背けてないで。ま、帰って。どうも。はい。それじゃあ、また。
ね。お父さんもうすぐ。お兄ちゃん一緒にご飯作ろう。今日はね、いろいろすることあるんだ。ジュネスでお惣菜とたくあんと野菜いっぱい買った。お兄ちゃんサラダ作れる？さあお兄ちゃんサラダ係。ナナコは目玉焼き係。これからは野菜ちゃんと食べないとね。バランスのいい食生活が大事なんだよ。あのね、家族は助け合うんだって先生言ってた。お母さん死んじゃってナナコもお父さんも寂しいけど、でもナナコにはお父さんがいるから。だからお父さんが寂しくないようにナナコが頑張らないとね。お兄ちゃんも家族だから一緒に頑張ろうね。これお兄ちゃんにあげる。お父さんがね、焼き回ししてくれた。お兄ちゃんも家族だから家族の写真あげる。今度お父さんとお兄ちゃんとナナコで写真撮ろうね。お兄ちゃん大好き。準備しないとお父さん帰ってきちゃう。ただいま。お父さんお帰りなさい。おう。今日ねお兄ちゃんとご飯作った。サラダとね、いろいろ。そうか、偉いぞ七子。なんだかやけに元気だな。きっとお前のおかげだな。お父さんお兄ちゃん早く早く。わかったわかった、すぐ食べよう。おはようございます。よう。いいですよ。おい。あの、は？こんにちは。
そっか。
めんね。